はいどうもティーチャーです。今回なんですけど、今回は今日はね、衣装のね、五条先生をね強化して、その衣装を使って無双していきたいと思います。ということでね、この当たった五条さんなんですけど、進化できるんですよね。でもね、これめっちゃチケット使うんですよね。はい、まあ使うんですけど、できてもね、この辺までかな、多分今あるチケットで。これにするとね、撃破ボイスつくんですよね。大丈夫、僕最強だから。うん、これめちゃくちゃいいやんっていう話で、ここまで行くのに14枚この衣装レベルアップチケットを買えばいいのかな。ということでね、買っていきましょう。これ高いんですよ、本当に。これめっちゃ高いですからね、本当に。ガチャの交換ショップに、これその他にあるんですけど、これこっちが、虎杖の覚醒の方で、こっちが五条さんの覚醒の方だね。これ本当に高いよね。で、14枚なんですけどね、14枚交換していきたいと思います。高すぎるっつう話で。うん。よし、ということでね、14枚使って進化させていきたいと思います。ここまでかな。うん、いけるね。OK。まあ、青チケはめちゃめちゃあるんでね、はい、全然大丈夫なんですけど。行きましょう。悪くないね。このメガネのね、やつも悪くないんですけど、もう一個上もね、行きたいですよね。これね、12枚ですからね。12枚はちょっと無理だろっつう話で。あと7枚いるから、まあ、一旦ここはね、諦めましょうということで、この段階まででね、いいかな。うん。ということでね、この五条さんでね、無双していきたいと思います。ということで、早速やっていきましょう。よいしょー。はい、ということでね、やっていきましょう。めちゃくちゃいる。めっちゃ敵いる。いや、こいつら同じ考えだわ。行くぜ。どこ行った？後ろか。大丈夫、僕最強だから。大丈夫、僕最強だから。領域展開について教えてあげる。てて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 て。なかなか登れねえな、こう。大丈夫、僕最強だから。危ねえ。まあそういうことだよね。ちょっと危なかったけど。ちょっとヒヤリとしたけど、もう全武器撃破ボイスありだからね、もう。実質で、あとね、ボイスとかもね、当たってるんですけど、これまた五条さんのボイスはかっこいいんですよね。なんだこの違和感。いや、かっこよすぎだろっつう話で。大丈夫でしょ、だって君弱いもん。これめっちゃ好き。だって君弱いもん。マジでリュックがねえな。あー、なんかいる。いやー、いるね。いや、リュックないし弾ないしで、ね、本当にあいつやりたいな、さっきのやつ。どこ行った、あれか。あれはやれるな、さすがに。降りてきてほしいな。もういっか。いやー、やれんかった。レク。あ、もう一人いるね、下に。マジでリックないんだよね。大丈夫、僕最強だから。くそ。簡単に言うと、当たってない。これ上行ったな。まあいいだろう。待てー、マジか。こいつプレイヤーかよ、しかも。大丈夫、僕最強だから。僕最強だから。いや、マジでリュックがもう入んない。あ、スリー助かる。一旦買い物や。大丈夫、オッケー、危ねえ。僕最強だから。危ねえ、買い物先にせずによかったわ今の。しゃ、行こう。さっきのやつダウンなんだよな、ここのやつ。待って、めっちゃいるよ、なんかここ。大丈夫、僕最強だから。僕最強だから。で、
入れ今のは痛かったぜ。さあ、こっから。あれ、消えた。そこか。大丈夫。僕、最強だから。あえて、生かしておく作戦。あれ、もう一人がいないな。いや、死んじゃったよ。死んじゃったよ。あれ？相方いないの？その辺に。いやー怖いな、そこ物資。行きたいんだけどね。パンパンいられちゃったんだよな。大丈夫。僕、最強だから。いや、いるな、近くに。あれ、本物か。バイク欲しかったんだけどな、あれ。大丈夫。僕最強だから。いや、五条さん強いわ。見つけたぜ。うわ、そっち先制してんのか。そう。硬えな。あれ、こっちいた。大丈夫、僕最強だから。いや、あいつどこまで回ったかな。大丈夫、オッケー、完璧。僕最強だから。いいよ、敵の動きが見えてますよ。あと一人か。俺、あと一人だとなると、優先すべきはお前だな。お前だなっていうか、まあもう一人しかいないんだけど。さっきのあれだよね、降りてったやつだよね。あれか、何してんだあいつ。かわいい。となると優先すべきはお前だな。大丈夫、僕最強だから。大丈夫、僕最強だから。ありがとうございました。強すぎた。五条先生、強すぎました。ありがとうございます。ということで。はい、ということでね、よかったら、チャンネル登録、高評価、ぜひぜひお願いいたします。バイチャ。